プールサイドにパラソルもないし、ドリンクバーもウォータースライダーもないし、クエープールって学校の施設みたいなところなのね。別に文句を言ってるわけじゃないわよ。こういうプールには初めて来たから気になっただけ。リンと花代は毎年夏はここに来てるみたいよ。駄菓子屋さんも近くにあるんですって。二人がね、プール帰りはそこのかき氷を食べないとダメってしつこくて。だから私も今日は一緒に行く予定。あなた、駄菓子屋さんって行ったことある？小さいお菓子が置いてあるところよね。私まだ行ったことないの。たまに部室にお菓子が置いてあるから気になってて、もしかしたら私が駄菓子屋さんに興味を持ってること、凛と花代は気づいてたのかも。勉強ができるだけで世間知らずな私にたくさんのことを教えてくれるのよね。まあその分勉強は私が教えてるけど、クエープールも駄菓子屋さんも凛と花代の思い出の場所で、これから私もその中に少し入れてもらえたらいいな、なんてね。